全国の皆さん、いえ、全世界の皆さん、ようこそ星槎大学バーチャルオープンキャンパス、Welcome to 星槎 University、欢迎光临。私は星槎大学のトム・クルーズこと天野和也と申します。よろしくお願いします。ニーハオ。突然ですが、ここで問題です。次のうち正しいのは一体どれでしょう。1たす1は0、1たす1は1、1たす1は2、1たす1は10。さて、相当難問でしょうか。ただし、これはなぞなぞだとか意地悪問題の類ではなく、れっきとした算数数学の問題です。ちょっと考えてみてください。シンキングタイムは3秒間です。よーい、スタート。チッチッチッブー。正解は全て正しいっていうことなんですね。1たす1は2、これは皆さん小学校でもやりましたし、1たす1は10というのは、これは二進法なんですね。で、1たす1は0や1たす1は1も実は数学的に立派に証明できるものなんですね。で、その理由、この2つが正しい理由を知りたい方は、ぜひ星槎大学の天野和也の科目を受けてみてください。で、それまで待てないっていう方は自分で考えてみたり、いろいろ調べてみてください。もう一問いきましょう。さて、この人物の名前は一体何というでしょうか。西郷丸々であります。勝海舟と交渉して江戸城を無血開城した。それから大久保利通や木戸孝允とともに明治維新の三傑と呼ばれている。それから不平士族の反乱である西南戦争の中心人物で、現在でも東京の上野に銅像がある。さて、西郷を何というでしょうか。考えてみてください。西郷隆長でありました。西郷隆盛だと思っていた人が多くいたのではないでしょうか。しかし事実は西郷隆長なんですね。これは教科書にも西郷隆盛と載っておりますし、社会科歴史の先生も西郷隆盛と答えると思います。この人がなぜ西郷隆長なのか、それについても知りたい方は星槎大学に入っていただいて、私の科目をぜひ取ってみてください。で、この2つから何が言いたいかと言いますと、答えは1つとは限らない。数学の問題というのはほとんどが答えが1つであったと思いますけれども、しかし数学の問題でさえ答えがいくつもある場合もあります。それから皆さんが常識と思っていること、正しいと思っていること、教科書に載っていることでさえも誤り間違いがあるということなんですね。かくいう私ですけども、このような格好をしているので、あ、中国の人かなと思っている方もいるかもしれません。残念ながら私は中国人ではありません。それでは Just a moment。 タラララララ 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 タラララララ今は沖縄のカニルシを着ておりますので、沖縄のうちなんちゅうかなっていうふうに思われた方いるかもしれませんが、残念ながら
沖縄のウチナンチュではありません。それじゃあ私は一体何人なんでしょうか。実はこれは私自身もよく分かりません。で、話がわけわかんなくなってきましたのでまとめましょう。星槎大学で皆さんに学んでいただきたいことは、知識や情報ということもありますけれども、ものの見方、考え方をぜひ学んでいただきたいというふうに思っております。つまりそれがクリティカルシンキングというものなんですね。日本語で言うと批判的思考というふうに呼ばれます。知識や情報を鵜呑みにせず、自分でしっかり調べ考えていこうというふうな考え方であります。で、批判的っていうと否定とか非難とかマイナスのイメージで受け取られる場合が多いんですけども、そうではなくて道筋を立てて考えていこう、つまり論理的に考えるだとか、より良きもの、新しいものを作っていこうという創造的思考なんですね。これをぜひ星槎大学で学んでいただきたいと思います。それでは最後に問題です。昨日皆さんが学校で習った知識は本当でしょうか。もう一つ、あなたが信じている常識、これは間違っていないでしょうか。それを星槎大学でぜひ一緒に考えてみませんか。皆さんの入学を心よりお待ちしております。 See you! 再见。